ということで、花連敗してるんで、エズガルまでちょっとサクッとね、AP エズリアルでもやって勝とうかなと思います。どっかー。まあ、切り積まれるやんけ。ファーストストライク、25円。当たりだね。25円はすごいわ。いや、でかすぎ。でかすぎの塊やね、これ。やべ、食っちゃった。何してるんはずなんだ。やっぱ相手弱くなってるわ、これ俺ら負けすぎて。もう油断できない。俺らも負け組だから。こっから知らない。いやいや、俺らは勝ち組。いや、俺らだって勝ち組。外れ枠なんだよ、もう。受け入れる。もう、運命を。俺たちは。今日も当たらんわ。外れ枠かもしれん、やっぱり。外れ枠だから。精一杯できることをやって頑張れ。こんなことないだろうがよ。当たり枠としていや、当たり枠としてやってんだから俺ら。気持ちはこのゲームの気持ちはあります。まだ。はい。まだフラッシュワゴン勝ってる。ワゴン勝つだろそれ。当たり枠や。いいファーストストライクにストライカーにやっちゃう。入られてますよ。守りは間に合わんくねえか。普通に青いった方がよかったと思うけどな。地方だから捕まえれないしな。ダメだ。Q がなんかどっか飛んでくわ。逃げたね、Q が。逃げてく。逃げる。よけた。いいな、気持ちよさそう、それ。うい。太いからね、この Q。なんだ、このバイブリンク。取りに行く。強。あっ、まあいいでしょう。うわっこれ目になったやると思ったわ今。俺バリアもフラッシュもあるからな、ちょっといけると思ったけど意外と痛かったわ。ユナイト使われた。でか級だったんですよね。なんかでかい時あるよね、あれなんなんあれは。 W を3回回復させれたら、あ、でかくなるの。やっぱでかくなってんだ。俺前言ったらさ、なんかいやでかくなんないよって言われてさ、いやでかい時あるって言ってたんやずっと。あるやん。それマジで、そいつのマジ名前控えといた方がよかった。レックスってやつなんだけど。それはやばいだ。あれその人ってなんかプロをやってますんでしたっけ？結構ふざけてる人なんやね。ふざけてますね。それは。リスナーじゃないんかい。X ってやつやね。ポケモンだ。そこから削らんとな。お、これら、俺ら当たり枠だわ、多分これ。頑張らないといけない。俺たち当たり枠だって。当たり枠。喧嘩してるもん、から。うざすぎる、あまりにも。あ、やっべ。あ、うわー、めっちゃ回復強いけど回収できる。アシストください。ありません俺。まあまあでも対面に金させんつけてるから。当たり枠。当たらんわ。キルが。フラッシュ9したのに外したわ。APS なのに。キルが。まだ AP じゃないから。もう AP まだ違うマナブーツ持ってるもん。セミ AP やセミ AP。 ああいいな。ドライ取れちゃって、なんかめっちゃ前ですね。ここムカつくんだよな、さっきから。いや、外した。うわー、お腹いる。びっくりした。あ、キモキモい、キモすぎる。こっちどれがよかった。野良野良味方。え、それ逃げれるの？え、おお飛んだ。ガチミリミリすぎる。死なないな。あまりにも惜しい。うわ、回復された。ダメだった。やばすぎ。やばすぎー。もう逃げれない、絶対逃げれない。あ、9どっか止めた。ああ、当たってる。うわー、なんかギリ死なねえ、マジで。頼む頼む頼む。うわ、おいしい。シャットダウンおいしい。空が回復しすぎじゃね、普通にさっきから回復しすぎだろ。お互い買わなきゃ。フォーカスやばくない？それ大丈夫そう？買えなかった。ちょ、なんで？ちょい。事故ってる。エリ育っちゃったよ。ベトナムがちょっと。レベル下やべえ。ね。やべ、強すぎる。トラカが強すぎる。トガギボンヌ。トガギもうちょい。敵のタワーを破壊し、いやー、J4怖え。うまっ。ああ、おやばいべ。外線でめっちゃ回復してる。おー、危ねえ。おー、危ねえ。ライスライス。お、なんか来た。川から。うわ。う。おいしい。こいつ。さすがに鳥越いっとくわ。引かないつもりだったの。リッチベイにしようと思ってた。なあ、怖くなってきたから。ガチハイパー AP きそうだったよ。もちろんまだ前に行った。あっぶね。もうムカつくな、さっきからこのゼリー。お前、空が横じゃなかったら30回死んでるぞ。タワーが破壊されました。これ守るか。け守り。裏を取って。味方チームのドラゴンを倒しました。届かねえ。ナイス。マジなんかありえない例の前の出方してくる。いやそうそうそうやばいんだそいつ。部位とかわからんくて頭おかしくなりそう。裏に5枚いる顔してる。強っ。最高のチャンピオンやん。すごいことしてる。おお、J フォルトに逆に。利用した。あ、マジやばすぎこいつ。すごいよ気合が。気合すごい。なんだこれ。感覚が狂う。ああ回復すげえ。いや俺も今ちょっと迷うなあれ。ああサイレンすげえ。サイレンすげえすぎるかも。あ青カードだ。うわー届いたー。フワドラやべえ。もうじゃ頭バグるゼリでね。だとか空かがなちょっとそんな回復するっけってぐらい回復してない。知見とあれもあるかじゃねえラトナスと。うわお前天才じゃん。天才やってたこのゲームの。天才俺カルマのこれで取るの得意なんだよね。はいじゃん普通。2000ちょいで打てば大体取れるんですよ。口座。ルト9。フォーク。もう固まろうぜ。もうゼリーもう、一人一人あいつ一人あいても、いてもそらもうバグってるから。なんか TP で帰ってきたんだけどおろなんか襲われてね。襲ってる。わあがやん。バロンが切れる。あ、結構折れたっしょ。めっちゃ折れた。十分でしょ。3本。いっぱい入ってからなんか楽やな。うん。もう仮面まであるからめっちゃ阻害。ナイス。ロング阻害。ホーキング。いいフォーク入ったかも俺。243円だからガチでいいフォーク入ってるわ。値段であれすんの。値段で渡す。サンドラ。しかもポーク強いサンドラだ。ゾウが上がってる。おお、うわ、すげえ、ウルト強っ。俺のウルト最強もしかして、うん、めっちゃ強かった。見てなかったの今、うん、全然見てなかった。ラックスか、ラックスと J4 がめっちゃ手ぶれた。ダブあったらラックスワンコンだったから。マジ？うん、2割ぐらいになってた。うわー、くそー、惜しい。相手湧くぞ。あれです、スペンを出すぎ。え？お前マジ？お前空かだよ。空かだろ？なんだもうムカつくわー。あ、エズリアルってブリンクできて、実はエズリアルってブリンクできるんですよね。すごいですよね。お前出てくんじゃん、お前。おい、ういー。あ、待って、俺死ぬ。味方がおらんかった。俺の友達がおらんかった。もうバラムード、バラムード。危ない危ない。俺、普通に、俺が何も見て、お、待って、あ、恥ずかしい。レックス死した。レックスはエズリアルの音で死ぬから。ウルトくらいがち。マジか。俺が生きてただけだった。生きりあれだった。ブリンクで、どうせ前ブリンクしてくるから、俺が釣って、こいつ倒そうと思ったら、俺しかおらんかった。恥ずかしい。よかったよかった。でもなんかちゃんとみんなが咎めて、パンテが咎めてくれて嬉しいよ、こいつらの動きよ。強すぎこのキャラ。かわいそう。ああ、強い。簡単だ。最高や。最高。最高だぜ。うわあ、エルダー欲しい。エルダーパンチしたい。稼げるな。でもやっぱ2人だと120円なんよ。さっき240円だから多分全員に当たってたな。かもね。ありえる。240、すごい。ね、初めて見た、あんなお金。一発で。誰このティーフ。ティーフか。まあ、真面目バロンチャンネルの人たちいるやん。えらっ。あ、まあ、もう取り切れるからもういいや。トークしとくわ。トークしようぜ、エルダーあるし。多くすぎ。最高。最高。多くすぎはロタ。あ、死んだあれ。あ、9の残りで死んだ。もっと殴りたい。もっとボクしたい。もっとボクしたい。オッケー。もっともっと。よしよし。ああ。7連勝。7連勝じゃない。7連敗からついに解放された。いやでもやっぱファーストストライクおもれー。中毒者、中毒者がいる。俺さすがにちょっと、俺でもカルマにダメージ負けたら結構メンタルくるな。危ねえ。マジ俺、ああマジか、俺勝ってないのか。逆に危ねえ。結構勝ってる自信あったでしょ、うん、俺も出してんね。俺モレロ行ってなかったら勝ってた。出してんねん俺もちゃんとしっかり。これ超えれた。出しますやんそりゃ。ただ死んでるだけちゃいますよ私も。はいってことでゼリソラカは強いってことが分かりましたね。ライズカルマも強いけどゼリソラカも強いなと思いました。ああ。